こちらアメリカのアケダクト競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。アウトオブリリー前に行きそうです。ビューティークロケット、それに続いています。さらにはワイルドセナ、13番コートヘブン、その後ろカードマニア、後ろからになりそうです。先頭に戻りましょう。先頭はなんとミスター東人、場内どっと空いています。並んで11番プリンスシェーバー、ビューティークロケット、すぐ後ろ、その隣にポートヘブン、その横にワイルドセナ、すぐ後ろにスピンガイドブック、その隣にキングスウォリアー。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。アウトオブリリー、2番手はミスター東人、絶好の手応えです。ビューティークロケット3番手、さあミスター東人このまま逃げ切れるかどうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はミスター東人、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わってミスター東人、ミスター東人粘り込みを図ります。やはり強いミスター東人、ミスター東人、ミスター東人。1着、2着にはどうやらルビアの、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ミスター東人、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はマーブルファンシー、残り 200m、 先頭はマーブルファンシー、残り 100m、 マチカネシーザー抜けた。マーブルファンシー追いすがります。マチカネシーザー、マチカネシーザー1着、2着にはどうやら竹のベルベット、見事に勝ちました。マチカネシーザー、マーブルファンシー敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったフワチイメージ、残り 200m、 先頭はフワチイメージエアタイガー、一死に追いすがります。フワチイメージ厳しいか、サクセスカラーズ差し切った。サクセスカラーズ1着、サクセスカラーズ1着、2着にはどうやらフワチイメージ見事に勝ちました。サクセスカラーズ、フワチイメージ2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。先週の桜花賞に続き、今週はボバのクラシック第1弾サツキ賞。最も速い馬が勝つと言われるこのレース、中山の 2000m を制するのは果たしてどの馬でしょうか。さあ最後は大外枠のヘルスビリーブ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。アインマリン前に行きそうです。ミホノブルボ、それに続いています。さらには成田大成、4番ベジロリング、その後ろ大金ソド、後ろからになりそうです。
では、前の方から先手を取ったのはアインマリン、2番ミホノブルコ、2番手を追走しています。すぐ後ろに成田大成、並んで12番ライスシャワー、青の帽子ユーキラブエイ、その後ろカリスタフレイム、そのうちに続いています。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気のミホノブルコ現在先頭です。もう一度先頭から、先頭はミホノブルコ、短期の逃げに持ち込めるか。さらにはアインマリン、その外に成田大成、ユーキラブエイ、そのうちに続いています。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から、先頭はミホノブルボ、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。さあ先頭は依然として2番ミホノブルボ、アインマリン、ほとんど差がありません。さあミホノブルボ逃げ切れるか、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はミホノブルボン、離れてアインマリン、4コーナーカーブから直線コースに向きました。ミホノブルボン先頭、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。2番手は桜世界王、これは強い。2番手は桜世界王、ミホノブルボン独走、ミホノブルボンぶっちぎりです。ミホノブルボン1着、2着は桜世界王、これが世界の実力だ。ミホノブルボン